白樺やカシの木の葉っぱを束ねたもの。ウィスク、これは英語ですが、フィンランド語でビヒタ、エストニア語でビヒト、ロシア語でヴェーニク。サウナの本場フィンランドから海を渡ってエストニアに来ました。今年2023年はエストニアサウナイヤーらしいですよ。老舗の公衆サウナから巨大なサウナスパまでいろいろと巡ってます。前編中編に続き、北欧最大級のサウナスパ、エラムススパさんのご紹介動画です。今回で最後。こちらにいらっしゃる6名のサウナマスターさんたちをまずはご紹介させていただきます。前回の動画でサウナの儀式、リチュアルとは何かを簡単にご説明しましたが、そのリチュアルを提供するのがサウナマスターと呼ばれる方たちです。サウナマスターさんたちのご紹介の後に見ていただくサウンドリチュアル、音楽を通じたサウナ儀式を実際にご覧いただければわかると思うのですが、パフォーマーであり、ミュージシャンであり、さらにはサウナ中の安全管理者でもあるので、相当にホスピタリティが必要です。本当に演者さんといった感じですね。最初にご紹介するのが、私がこの施設でお会いしてからずっと笑顔で楽しませてくれてるカール氏。同僚からはバイキング、北欧の海賊と呼ばれているそうです。お次が前回の動画で素敵なウィスキングリチュアルを提供してくれたヨハンナ氏。カール氏とヨハンナ氏がこのエラムススパの2枚看板で、アーフグースの世界大会にもチャレンジされるというようなお話をマルギットさんから聞きました。そしてこの後サウンドリチュアルを見せてくれたオリバー氏、メガネつながりで私は勝手に親近感を感じています。クールな赤い髪が印象的なヤネリン氏。ちなみに皆さん、このサウナマスターだけを本業で行っているわけではなく、兼業でサウナマスターとしての経験を積んでいるとのことでした。日本、そして他のヨーロッパの国でも施設内スタッフとして働きながらアフギーサ、サウナマスターとして働く方がほとんどですよね。優しい笑顔のリーリョ氏。なお、リチュアルの修行のために国外にみんなで研修旅行に行くこともあるんだとか。ヒゲが素敵なサンデル氏。この6名で大人エリア、ファミリーエリア、多い時には1日24件ものリチュアルをこなすそうです。リチュアル中はサウナマスター自身もサウナに入って、さらに喋ったり動いたりするので、相当な重労働ですよ。こちらがエラムススパの2023年5月時点でのリチュアルスケジュールです。ウェブサイトにも載っているので、ご訪問の際はぜひ事前にチェックしてみてください。近い将来、英語でのご案内も増やすとマルギットさんがおっしゃっていました。どんなリチュアルなのか想像を膨らませながら入ってみるのも楽しいと思います。ちなみに気になるお値段なんですが、基本的に施設への入場料の他にリチュアル参加に必要な別料金というものはありません。私は1日3回受けるぐらいが限界ですが、こちらの施設、滞在時間無制限なので、一日中滞在してリチュアルを片っ端から受けまくるということも可能です。ヨーロッパは2時間制のようなサウナ施設が多いですからね。ちなみに日本の皆さんがイメージするアウフグースに近いカール氏による激しめなリチュアルもあるそうです。Great, thank you.前回動画は社内トレーニングのリチュアルだったので私とサウナマスターたちだけでしたが、今回のサウンドリチュアルは一般のお客様もいます。マネージャーのマルギットさんが、日本から YouTuber が撮影に来ているので皆さん協力よろしくお願いしますねと言ってくださいました。ここから幻想的なサウンドリチュアルが約8分続きます。どうぞ皆さんもエストニアのサウナの音に耳を傾けてみてくださいませ。Seda on korratan meile Jaapani külaline, et kas teie jaoks on sobilik, kui ta natukene filmib, siis tema pole selliseid rituaale kogenud, et siis ta Jaapanis näitab, mis Eestis toimub. Tere! Aga siis tere teile eestlastele esimesena, et siis see tuleb siis selline veidikene eriline rituaal. Meil on külaline Jaapanist paal. Then hello to you as well. So we are going to begin with the sound ritual.This is basically a meditation through sound. I would be playing different instruments and creating a pleasant atmosphere, hopefully, as well as adding some aromas. But really, more important than what I do is what you do. So during this time, I advise you, if you know some meditation technique, you can practice that. If you do not, I can give you one if you wish. Yes, please. All right.
So in this case, simply concentrate. I'm glad that didn't happen when the ritual was already underway. Simply concentrate on the information that your body is giving you right now in the present moment. So from the feeling of your toes touching the ground or your back against the backrest, to your lungs expanding as you breathe in fully and let go as it shrinks, your chest goes back down, to any emotions you might feel or thoughts that go through your head, simply notice, to pay attention. We don't try to label it, but if we do, simply notice that as well. But then if you're ready, we can begin. Thank you. Close your eyes.
した内容です。想像以上に精神に働きかける儀式ですよね。オリバーさん、ありがとうございました。最後に、マルギットさん、そしてその時ちょうど手が空いていたサウナマスターの皆さんから、日本のサウナの皆さんに向けてメッセージいただきました。それではどうぞ。I follow you. I drink the... People drink after sauna beer. Beer? Yes, beer is so fresh and Estonian people sauna drink is beer. Where is my beer? Here it comes.